ここで改めて前半戦を振り返りたいと思うんですが、タイガースはここまで79試合戦って43勝36敗引き分けはなし、いわゆる勝ち越し、貯金がここまで7つということになっております。首位カープとは現在8ゲーム差、そして追いかける3位 DeNA ベイスターズとは 2.5 ゲーム差という2位という状況ですが、さあ亀山さん、はい、まずこの前半戦タイガース振り返ると、はい、亀山さんは一番印象的なあるいは象徴的なものどんなことありますか？うわ、もうカープ9点ひっくり返したやつですね。あ、5月のね、はい、これでいけんちゃうのという感じは、手応えをグッと感じましたね。はい、優勝するときって奇跡的なことが起きたりって言うじゃないですか、はい、だからもう本当今年優勝したらあそこですよね、はい、だからもう MVP は菊池君です、うん、本当はね、はい、いなかったので、うん、そうでした、はい、ね、話が転がらないですね。そう、いやいやいや、でもね亀山さん、はい、あの時はね、はい、例えば、まあ、今日もこの後多分リスナーの方からも名前が出るかも分かりませんけども、はい、バッティングで苦労した梅野さん選手がね、はい、3試合連続でヒーローインタビュー受けたりとか、はい、あの神宮で受けて、はい、あの9点差ひっくり返したゲーム受けて、翌日もですよね、はい、3日間ようやく梅ちゃんもって感じがしましたが、はい、長続きしなかった。期間限定でしたね。でしたね、期間限定。いやいや本当にね、はい、もうその後しばらくしてまた期間限定で岡崎くんが期間限定で出したっていうね、うん、はいはい、でしたね。交流戦のハム戦でしたがね、はい、うん、あの時はね、いつもあの誰も僕に期待はしてなかったと思いますがっていうヒーローインタビューを受けてね、はい、話題になりました。ただ出ないより出た方がいいですし、もうそれはそうですよ、出たものが今度はいかに継続できるようになれるかどうかっていうことなの で、はい、ですよね、だから本当にまだ成長途上のチームであることは事実ですからね、うんうん、くしくも今名前が、うん、僕が出したのが梅野選手、はい、亀山さんから出たのが岡崎選手、はい、ここまで言うとキャッチャーの固定がやっぱりできていない、はい、今坂本選手も入ってますけどね、でちょっと待ったら坂本選手も入ってきましたので、うんうん、はい、まあ、この3人の中からでしょうね、うん、はい、本当に現状考えると今年固定はもう無理かなって矢野コーチは言ってましたけどね。無理でしょう、うん、はい、できてたら特にしてるはずですから、ですよね、はい、うん、でやっぱり梅野に刺激を与えるのは年上の岡崎じゃなくて年下の坂本なの、うん、はい、よりやっぱり下のからの突き上げがあるとプレッシャーになるってこと言ってますね。はい、そうですね、はい、でも本当は矢部さんね、固定できた方がピッチャーとしても、はい、うん、そうですね、あるいはピッチャーで使い分け、うん、っていう考え方もあるんですかね。いやー、だから、うん、それぞれの選手が一長一短なんですよね、うんうん、ですよね、固定できない、うん、一長一短っていうといい言い方ですけど、帯に短し、たすきに長しという言い方もありますけどね、はい、うん、まあまあそうですよね、ですよね、ヤブ、はい、さんは、まあ、亀尾さんは一つあの、うん、まあ、9点差のゲーム上げましたけど、ヤブ、はい、さん上げるとしたらどうですか。どうですかね、やっぱり交流戦明けの、はい、あのね、交流戦で連敗最後して、うんうん、楽天戦 でそっからの6連敗っていうのはやっぱり一番かか、ね、あの、聞きましたよね、でもその連敗を止める、う、勝ちゲームで大山がスリーランとか、ね、そういうのはすごく印象に残ってますけどね。あの連敗中でも亀山さん解説でしたけども、うん、広島松田で雨でノーゲームがあって、はい、あれはままいったら負けてるゲーム、そうですね、あそこでだからこう運が変わるかなって感じがね、はい、あったけど変えられませんでしたよ ね、もうこっからタイムでピッチャー変えて時間稼ぎますよというぐらい時ですよね、うん、それぐらいね、あの時はカープ強かったです、うん、で当然我々がこう関西でこれだけカープ、はい、カープどこがキーだって話してるってことは、うん、裏を返せば広島の放送局では、はい、同じことを同じようにやってるはずです、うん、ですよね、はい、うん、交流戦明けの阪神戦、はい、オールスター明けの阪神戦、うん、ここを全力で抑えれば、うん、うちはまずトップから落ちることはないって話はしてるはずなので、もう先が見えてくるんだって、はい、そこをいかに拾えるかっていうことはすごく今後にとって大事、うん、だから後ろのベースターズは見なくていいと思うんですよ、はいはい、もう上のカープしか見なくていいと思いますね。イッチどうですか、こう、まあ、特にね週末はスタジオでずっと見守って。そうですね、うん、私もやっぱり9点差のゲームですかね。さすがにもう福永投手が初登板の試合でしたしね、で結構失点してしまって、うわ、ちょっとかわいそうなデビュー戦だなと思っていたところで、だって最初ストライク入んなかった。そうなんですよ、もうこっちが緊張しましたもん見ていてでもあれをひっくり返せるってことは、うん、あ、やっぱり今年のタイガースちょっと強いなって思いましたもんね。ね、あのカープ相手ですからね。そうなんですよ。ましてや、ね、はい。だって2003年の優勝の時には平成の3連発が、はい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 、その前の優勝の時にはバックスクリーン3連発っていうね、うん、もう本当に優勝と伝説で結びついてるんですけど、それがもうぴったりのゲームですもんね。そうですね。ヤブ、はい、さんから名前出た大山選手、
まあ、一振りで連敗止まったんですけど、うん、はい、まあ、私、中継担当してて、放送でも言ったんですけど、普通に考えたら、プロに入ってノーヒットの選手をクリーンアップに入れるって発想ってないじゃないですか。はい、あの辺の、まあ、片岡コーチからの推薦があったってことをね、うん、金本監督言ってましたけども。そうですね。6番に高山選手で言ってましたからね。うん、そうでした、そうでした。本来なら、5、6、逆でもおかしくない。うんうん、ただやっぱりクリーンアップで取ったんだ。うん、クリーンアップで育てるんだという意思の表れだと僕は思いますけどね。はい、あそこでこうサラリーマン的な発想をすると、もし3、4番上位が出てて、大山でブレーキだと、なんちゅう使い方するんだって言われることを考えてしまう監督もいるんじゃないかなって思うんですけども、ね、うん、今のスタッフはそれは、しょえます。しょえるからこそ、ああいう選手を使えるんでしょうね。だからまあ我々見てても、楽しいというか、いやだけど今はまだまだだけど、うん、2年3年経てばっていう、うん、その可能性を感じるチームでありますよ ね、うん、まあ、その辺先週ね、酒井オーナーが電撃訪問して、はい、来年の話をしたみたいな話も出ました、ね、うん、そういう部分が評価されてるんでしょうねと思いますけど ね、はい、羨ましく思ってる人いるでしょうね。こういうこうバサッといろんなことこう果敢に決断してね、いろいろ変えられたらいいなって思ってる人は野球界だけじゃなくて、はい、上に立つ人間はできるんですよ、うん、今まであんまりにやってこなかったから金本ちゃんが今やってるだけで、はいはい、うん、ピッチャーはほぼほぼ完成型に近いと思うんですよね、うん、まあそうですね、うん、ただ期待値以上に、うん、その岩貞くんが、うん、藤波くんがっていうところでつまずいていますけど、あそこが普通の数字出してれば十分上にひっついたところで戦えてるでしょうし、うん、ただ彼らが不調だからこそまあ小野っていうピッチャーが使えたりとか、はい、っていうことを考えたら、うん、それもなきゃいけないのかなっていうのもあるし、小野投手は勝ててませんけど評価としてはね、まあ、もちろん白星その試合勝たなきゃいけないんですけども、うん、はい、評価としては本当にいいじゃないですか。いや、いいと思います。フレッシュオールスターでもね、あの解説の谷繁さんもね評価されてましたけども、うん、あとは白星がどうつくかいう、うん、そうですね、はい、まあでも話変わりますけども、フレッシュオールスター今年も各局の若いアナウンサーが喋ってましたが、はい、まあ同業者が聞くと緊張感の伝わってくる中継でしたね気持ちがわかりますもん。でね、普段例えば、ヤブさん、あるいは亀山さん、はい、まあ、僕ぐらいの年になっちゃうと、お二方よりも上ですし、あんまり変なあれはないですけども、はい、普段ご一緒してない方で、なおかつ年上の方とやるって、相当若いアナウンサーにはプレッシャーだと思うんですよね。そうですか。うん。もう僕も現地で見てましたけど、うん、まあ、そのラジオ、はいはい、聞くことはなかったんですけど、うんうん、でも、試合自体はすごくね。しまったね。まあ、0対0というね。ちょっと見せ、聞かせどころ、見せどころがなかったかなっていうね、感じはしますけどもね。来年はあの、NBS の森本翔太アナウンサーがあの辺で出てきてくれて、ね、いいかななんて。なるほど。ずっとね、去年までは、いつまでフレッシュなんやっていう、金山さんがずっと言ってましたけど、さすがに今年はということでね。あれ、いつから、ジュニアオールスターって言わなくなったんですか？あ、本当ですよね。確かに。僕らの時もジュニアでしたね。僕が99年かな、行った時はフレッシュだったかな、ジュニアオールスターだったかな、どっちか。そのうちなんかフューチャーズゲームとか言うようになるんですよ、多分。ふわっとアメリカにじわっと寄せる感じで。未来に向けた若手たちの試合って。だってもう気がつけばマルチヒットでバンバン言ってますもんね。昔なかったですからね、2安打しか打てなかったから。確かに。はい。ああいうどんどん新しい言葉が出てきて、リストの方はどんな風に捉えてるんですかね。あ、でも野球を好きな方ばかりなので、うん、自然に馴染んでるんじゃないんですか、うん、どうなんですかね。そうです、いろんなメジャーリーグの中継見ててね、はい、この言葉使ったらかっこいいだろうなとか面白いだろうな、でも聞いてる方果たして分かってくれるかなっていうところで、うん、二の足を踏んだりするんですけどもね、うんうん、どうなんだろう。今だったらトラックマンとか、うん、あ、トラックマンね、はい、スタッドキャストとか、うん、どんどんこれからね一般的になってくるでしょうね。うん、98年から、98年からフレッシュオールスターっていう。結構経ちますね。途中何度かこう変遷があるんですけども、はい、フレッシュオールスターのうちでは98年。98年からずっとそうなんですね。私も一回だけ実況しましたけども、ね。荒井お兄ちゃんがまだ出てました。あ、そうですね。はい。MVP 取ったの？メジャー行った今朝だ。ああ、外国人が取ったんですね。はいはい、
あの時のカープ、あーね、カープはね、いい選手、あの時からそうですけど、若い選手ね、いますけどもね、ということで皆さんからもいっぱいメールをいただいてると思いますが、はい、じゃあ1位からいきますか。そうですね。これで段取り合ってますか、1位。はい、そうですね、メールをご紹介しましょうか。はい、まずはラジオネームよしよしさん、富田林氏の方です。前半戦の MVP は桑原投手です、うん、チームの打撃が良くなくて僅差の点数の時もきっちり抑えてくれると流れを変えてくれる感じがありとても頼もしいですといただきました。そして豊中市のラジオネーム、うん、アメリカンセーターさんも MVP は桑原投手だと思います。頻打に泣いた前半戦、彼がいなかったらタイガースは A クラスにいなかったかもしれません。後半戦も期待はしていますが登板方が少し心配です。他にも桑原投手にはたくさんメッセージいただいております、うんうん、そうだね。オールスター出してあげてもいいかなっていうぐらいの、ああ、それぐらいの活躍でしたね。活躍でしたよね。監督推薦あるかななんていうふうにも思いましたけども、うん、改めて桑原投手データご紹介すると、ここまで38試合投げて3勝1敗、ホールド21、うん、37回と3分の2、三振43ですから、うん、イニング数よりも三振多いですね、うん、フォアボール6つ、防御率0.72。素晴らしい。すごい。素晴らしいですよね。はい、うん、ただ登板肩っていう部分がやっぱり心配になってきますけど、うん、だからそうですね、6連戦あったら3試合か4試合にこうね、うん、っていうところはもう矢野コーチも心得てやってますよ、うん、ええええ、うん、どこバッター目線からすると亀井さんどこがすごいんですか、この桑原。まずスピードありますよ、はい、たまに力ありますよね、うん、でボールも微妙にやっぱり変化すると動くタイプで、ちょっとね、動いてますよね、はい、まあ監督も言いますけど、うん、少し腕が下がるんですけど、うん、その対左が待てよとか苦手だとか言うじゃないですか。はい。だけど左に対して少しまっすら気味に来るので、うん、詰まらせることができるっていうことを言いますよね。はい、うん。うん。だからどんどんインコを攻めなさいっていう。はい。ただね、多少荒れる分にはいいんですけど、来た時から良かったんですけど、はい、うん、まあベースの上で勝負できないというか、ファーボールで自滅していくイメージだったので、はい、それが全くと言ってほど今ないので。変わりましたよね。そらいいわなっていう、うん。ベースの上に投げれるんだったらそらいいわなっていうピッチャーですね。はい。キャンプの時にはその存在すらなかなかね。だってファームのスタートですからね。ですよね。ギノザではね、全く見なかった選手が、はい。そうです。出てくるっていうのが。だから結局彼が入ったことによって、ぐんと後ろが厚みができたんですよね。うんうん、そうなりますよね。はい。うん、高橋選手が、うん、フル回転じゃなくなったでしょ。ですよ。それまではほぼほぼフル回転で高橋君ね、ね、去年なんか投げてましたから、はい、あそこに桑原君が入ったのはでかいですね。ですよね。まあ、そういう力をね、はい、こう一軍にいなかった力を、まあ、うん、ファームから推薦、あるいはこう上から引き上げるっていう、この、なんていうの、上と下のどの、しっかりとした連絡が取れてる、うん、コミュニケーションが、ね、取れてるかっていうところも、やっぱり大事なんですね。うんうん、まあ、全体的に言うと、特に今年は、ね、去年ほどの入れ替えって、亀山さんないじゃないですか。ないですね。ない、はい、うん。で、本当にいい状態で、上がってきますもんね。うん、ですよね。はい、うん。で、上がってきたら、ドンと使いますから、はい。はい。すぐ使いますよね。迷わず使って、はい、何回か使って、ダメならスパンと落としますし。うん、そうですよね。はい。うん。いや、結果は出なかったけど、物は悪くないなと思ったら残しますね。はい、ですよね。結果でうんぬんじゃないので、うん、はい。そういう分では、その、選手もやりやすいんじゃないですかね。はあ。結果出さなきゃって、怯えてるよりは、もうなんか思いっきりやっちゃえと。うん。ダメならもう割り切って下行こうっていう、スタイルが、浸透してる気がします。はあ、い。うん、はい。その辺のね、こう、選手の使い方でもガラッと変わったっていうのがね、同じ、やっぱり、去年は、とにかく新しい目を見てみよう。今年はこう、はい、挑むっていうことで、うん、新しいことをやるんですけども、その手法との矢部さんも全然変わりましたもんね。そうですね。うん、変わりましたよね。うん、それと、やっぱり、マックですよ。まあ、うん、マクドか。マクド。カメちゃん命名の。うん、関東風に言いましたね。ごめん。マクド、マクド。マクドが、やっぱりね、活躍できたっていうのは、うん、まあ、M はまあ、マテオですけど、うん、下にもメンデスっていう M の作る選手がいますから、もしね、なんかあった場合に、うん、使えるんですね。MM でちょっと交換もできるんで、うん、やっぱマクドですよね。マクド。これがどこまでね、さっきの、ジェフじゃないですけども、はい、JFK に繋がっていくか、近づいていけるか、というところですよね、うん。そうですね。まずは桑原さんというね、意見もありましたが、うん、まだまだいっぱいいただいておりますが、どうでしょう。続いて、香川県高松市のラジオネーム、上甲さん。私の前半戦、タイガースで一番活躍した選手は、
秋山投手です、はい、秋山投手は今まで伸び悩んでいた姿とは一変しオールスターに出場するほどの大活躍でしたといただきました、うん、本当にあの、うん、キャンプの時にスタジオに来てくれた時に、まあ、非常にキャンプの評価が高かったということで話をしている中でも自分自身で自分をまだ信用してませんって言ってましたし、始まって開幕当初もそんなことをね彼は言ってたと思うんですけども、うん、もう矢部さん本物、いやもう本物ですよ。ですよね。14試合でこれ7勝4敗でしょ、うん、はい、だからまあ大体まあ倍はいかないですけど、うん、まあ13ぐらいはね、うん、終わってみればでそこまでいったら金本監督にも認められますよね、うん、たらればになりますけどもうちょっと勝っててもいいかなっていうようなね、うん、内容は内容ですもんね。最初の方がねなかなか援護がなかったですからね、はい、本当そうですよね。この結果っていうのは矢部さん何が生んでるんですか、秋山投手の場合は。いや、まあ、高卒8年目ですけど、はい、やっぱり年齢的にもね、ちょっと、こう、油が乗り切るぐらいのところで、うんうん、やっぱそれぐらい実際、時間がかかるんだなと。高校出身の場合は。うん。うん、だから、そこまでいかに、こう、見てあげられるか、だと思うんですよね。はい、なかなか見られないんですか？もうその前に、ある程度、こう、見切りをつけられてしまって、うん、終わってった選手っていうのは、うん、何人もいるんじゃないかなと思いますけどね。矢部さんがよく言うクオリティスタート、はい、6回2失点3失点以内 71.4% 素晴らしいですよ ね、 うん、そうですね、うん、もうちょっと上げてもいいですけど 75%、ね、うん、4試合投げて3試合とか、はい、いってほしいですけどね、うん、あのいろいろ聞くところによると、うん、やっぱり、まあ、彼の一つの武器ってコントロールじゃないですか、はいはい、それプラスこうシュートボールっていうことをね梅のあたり上げるんですけども、うん、矢部さんどう見ます。いや、僕はもう基本のまっすぐ、うん、アウトコースまっすぐ、右バッターのに対するアウトコースのまっすぐがきちっと放れていれば、はい、もうそこからいくらでもこう曲げたり落としたりっていうことがね、うん、可能になるので、うん、まあ秋山だけではないですけど、うん、秋山は今年そこがしっかり来るようになりましたんで、はいはい、だから他の球ももう当然生きてくると。あ、うん、だってここまで91回3分の2投げて、うん、亀山さん、はい、フォアボール9。当然出してもいいフォアボールってのはあるんでしょう、うん、はい、だからこの数字だけで笑わせないんですけども、だ無駄なフォアボールってこの9の中で矢部さんほとんどないんじゃないかなと思う、うん、ないですね、うん、まああとは、まあ、打線の援護と、うん、で彼自分もねバッティングがいいですから、だってイオのゴジラって言われてますね。8番で切れるとあんまりこう打線としては良くないんですけど、はい、8番で切れて次自分から始まるじゃないですか、左打ちでね、そうそう左打ちで、うん、それでこう、まあね、1番2番でこう重なっていくと、うん、どんどんね点数上げる確率も上がっていくんでね、まあ秋山は自分で打つことができますから、うんうん、足が速くなくてよかったですね。あの秋山君は足が速かったらもう野手変わってたかもしれない。5年ぐらいで見られたかもしれないですね。そうかそうか、はい、何が幸いするか。この秋山投手後半のポイントは亀山さんどの辺だと思います、はい、いやもうとにかくあの矢部さんが言ってるのと一緒で、うん、アウトコースのまっすぐ、はい、低めの、うん、それがねビシッと来てると、うん、そのシュートってのはもうフロックで何本でも投げれると思うんですよ、はいはいはい、うん、まずそこにウィニングショットが投げれる、うん、っていうことだと思いますね。キャンプで見てても、やっぱり自信持ってからの、うん、あの、キャンプって、審判のクルーが、キャンプ来ませんかっていう、はい、ね、はい、その審判が言いましたから、僕に。今年はスピンが効いてて、いいボールだよ、うん。審判がそう思うってことは、うん、迷った時、ストライクでしょ。うん、それ、いいですね。思わしちゃうっていうのはね。じゃあ今年の秋山いいよって、多分情報は審判の中にも行くわけですよ。はい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 、はい、うん。あいつ、いい球悩んだけどね、ベースの上でペッて垂れんねん。言うたら、うん、ボールだよ、ね。そういうイメージって大事ですよね。昔の、うん、それこそ大ボールじゃないですけどもね。はい、うん。だからもう自分でそれも今の投げ方も含めて審判の印象も手応えバチッと感じてるだけで、急速上がってますよね。なるほど。まっすぐが。うんうんうん。はい。だからもうそういう、彼にとっても多分メンタル、うん、自信の部分がすごく大きいと思うんで。優しい顔してね、一ね。そうなんですよね。うん、でも、あの、秋山投手本人も言ってましたけれども、うん、今シーズンは、そのランナーを背負ったりした場面でも、うん、動じなくなったって言ってました、うん、全然動じなくなったということを言っていたので、うん、そういうところでこう落ち着いてピッチングできているのもそうですし、うん、あの信じられないっていう話、ね、さっき馬野さんもおっしゃってましたけど、うん、前半戦振り返ってどうでしたかってこの間聞いたんですよ、うん、そしたらいやもうシーズンが始まる前には想像もしていなかった出来なんですと、うんうん、で未だにその7勝っていうここまでのもうちょっと出来すぎかなって思うんですけど、
まあ、前半の最後の方はやっぱり結構体力的にしんどくって、うん、こう食事もなかなかこう外に出るも元気がないと、うん、でお誘い もう全部お断りして、はいはい、1秒でもこう寝たい、ほう、もうそれぐらいしんどかったけど、うん、でもちゃんと前半戦できたので後半戦もこう一戦一戦ちゃんと積み重ねてやっていきたいということを言ってたんで、うん、もう本当にねこの波に乗って、ね、2桁以上勝ってほしいなと思いますけどね。だってしっかりローテーションここまでね、そうなんですよ、飛ばさずに守ってきてるわけですよ ね、ね14試合ここまで投げてるわけですけども、うん、はい、ピッチャーばっかり出てきますけどね。はい、うん、続いてじゃあ野手の方のメールご紹介しましょう、はいはい、うん、岡山県岡山市のラジオネームよっちゃんこけしさんです、はい、私が選ぶ前半戦の MVP は鳥谷選手です、うん、怪我にもめげず打撃が高いレベルで安定しているところが理由です。また守備も途中から安定しましたし、少なくとも野手陣の中では鳥谷選手が突出しています、うん、他にも活躍した選手はいましたが安定した選手は他にいませんといただきました、うんうん、ポジションもサードというね、全然今までとは違うところで、うん、まあある意味今年多分崖っぷちでもキャンプからスタートしたとね、はい、亀井さん思うんですけども、はい、まあキャンプからずっと亀井さんご覧になってましたけども、はい、どうですか今の新庄選手の、あ、ごめんなさい、鳥谷選手の姿っていうのは、はい、一つ言えることは、うん、あの完全に自分のスタイルに打ち方を戻したということですね、はい、で、の長いのは捨てて、うん、はい、自分は3割バッターにのところを目指すというバッターに変えたということです、はい、で当然ショートよりもサードリズムが違うので難しい入りになったし、うん、あの守備のミスもありましたけど、うん、まあ、それを補えるぐらいのは打ってますよね、はいはい、これはここまで79試合2割9分8厘、はい、うん、でね、僕らも含めてもう失礼な話、ああもう鳥谷は終わったのかな、正直思った人もいたと思うんですが、うんうん、もうそれを自分の数字で、違うんだって反論するんじゃなくて、うんうん、数字で答え出しましたよね。ですよね、はい、これ数字で出すのが一番外野を黙らすには、そうです、ね、ましてや あんまり喋るタイプじゃないんで、はいはい、これ見てごらんなさいっていう態度を普段してますから、うんうん、その数字が出れば誰も文句言わないので、うん、まあ、知って言えばショート守れないのか守らないのかって思いながら見てましたけど、うん、まあ、そこは監督が堅くなり使ってませんけど、ですよね、うん、だから逆にもう絶対3割に近いところで結果出さなきゃと思ってるんじゃないですかね、うんうん、だって後半結局1番に回しましたからね、そうですよね、はい、またそこハマりましたもんね、はい、うん、それとまあ個人的なことですけど2000安打っていうのはね、はい、もう目の前にこ う、はい、そうですね、ありますんで、9月頭ぐらいですか、うん、あと50本ぐらいですか、うん、その辺で来るでしょう ね、はい、まあ、ここまでは今の鳥谷含めてリズナーの皆さんから桑原、うん、あるいは秋山という意見が出ましたけども、うん、はい、さあ後半戦のキーマン薮さんと亀山さんに一人ずつ挙げていただこうかなと思うんですが、はい、後半戦のキーマン、うん、ロジャース来ましたね、まあ、とりあえず後半戦頭はないみたいですけどもね、うんうん、やっぱり期待して取ってますし、はい、ね、ジェフの、うん、まあ、推薦とかも当然あったわけですから、うん、なんとかファーストで、はい、ね、うん、まあ、途中から来て、ね、すぐにはっていうのは難しいですけど、うんうん、やっぱり一発っていうのを期待したいんで、2桁ぐらい打ってくれたらなと思うんですけどね。矢部さんは去年もそうですけど、結構外国人選手への思い出そう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 、ね、そうなんですよね。やっぱり他国でそのプレーする大変さっていうのは、僕は身をもって、うん、あの、わかりますんで、はい、なんとか来たからにはね、成功してもらいたいなっていうのはあります、うんうん、はい。亀山さんはどうですか、キーマン。二人欲しいんです。どうぞ、二人どうぞ。はい。僕はもう、西岡選手と、藤浪選手です。うん、ああ。大阪桐蔭コンビ。桐蔭コンビ。やっぱりね、野手の方も悪くないんですけど、うん、沈んだ時にも、やっぱり糸引く止めってところが止まると、はい、結構野手元気なくなるんですよね。うん、でそういうところで、やっぱり野球行動的な空気持ってる、うん、あの、西岡選手っての入ってくると、後半のこっから先のゲームっていうのはすごく、ムードメーカーになれる選手、ぐいぐいチーム引っ張っていくタイプなので、はい、あとね、多少荒れてるって言ってもやっぱり球速い藤浪っていうピッチャーが、これローテーションしっかり入ってくれるだけで、はい、すごくこう、あの、一週間安定すると思うんですね。だからもういいです、フォアボール出しても、うん、とにかくこっからは年俸も下がっちゃいますんでね、勝ち続けなきゃいけないし、1イニングでも多く投げなきゃいけないってなってくるんで、うん、結構、行ったら勝つんじゃないかなって僕は思ってるんで。勝ち運持ってますからね、彼は。ぜひぜひ、こう、
やっぱり4つ5つは最低でも勝たないと、うん、格段にコントロールが良くなるはずがないじゃないですか、うん、となると何をもってじゃあ昇格のポイントにするのかなと僕思って見てるんですけど、うん、だからこれ申し訳ない話、その感覚で言うと、うんうん、よくね上でも、はい、あれ前昔僕らの時もありましたけど、二軍で結果出えへんやつなんか、うん、自分でなんか結果出るかいなって言いますけど、逆もしっかりですからね、はい、一軍の大歓声で育ってるんだから、それしか結果出ないタイプもいると思うんですよ、はいはい、なるほどな、500人じゃダメなんだ、うん、って考えたら僕はもう上で育ったか上の子なんだと思って使うべきじゃないかなっていうのを感じます、うん、さあ西岡選手がね、1おそらく明日ももう多分登録されてるんじゃないですかね、となると、まあ、ファームではねファーストやったり、うん、ガイアやったりショートもやりました、ね、そこが西岡選手のいいところです、うん、はい、あの上の弱そうなところを練習してますちゃんと続いたら入れそうなところちゃんと練習してますから、僕が面白いのはやっぱり、はい、和田監督の時は和田監督自身が西岡選手に気を使ってあんまりいろんなところにやらせなかったじゃないですか、はい、でも今逆ですよね、はい、亀山さん言ったようにいけるとこをやるというね、うん、う金本監督からその3つのポジションをファームで守らせてくれっていう言葉があったみたいですよね、うんうん、今回ね、はい、できるかそんなもんじゃないですもんね、喜んでねですから、はい、これすごくノックも結構積極的にショートで受けられてましたね、うん、ね、うん、喜んで気持ちいいですもんね、はいはいはい、ということで薮さんは後半戦のロジャース、ロジャース、はい、そして亀山さんは西岡藤浪という2人の選手を挙げられました、はい、